友人の A が死んだのは俺が高校1年の頃だった。バイト帰り、免許取り立ての原付で家に帰る途中、ひき逃げにあったんだ。犯人はすぐ捕まったが、そいつは飲酒運転だった。当時はこんな奴に A が殺されたのかと思うとその場で殺してやりたくなったが、たった1年、一周期が訪れた頃には殺意なんかより A がもういない寂しさが増して、久しぶりに見たあの A の前で物悲しくなった。俺の友人はあの他にも B、C、D といるが、A が亡くなってからはあまり遊ばなくなった。と言っても、多ければ週に何度か、少なければそれこそ何ヶ月も連絡しないこともあり、集まったら集まったらで A を思い出して黙り込んだりするので、自然と疎遠になっていったんだと思う。ある時、家のリフォームをすることになったんで、家族総出で荷物の整理を始めたんだが、俺の部屋も幼稚園から高校までの思い出の品がたくさん残っていてとてもじゃないが数日で終わる気がしなかった。そんで、荷造りあるあるなんだが、やっぱり思い入れの品を見つけるたびに作業が中断してしまう。バトル鉛筆だとか、収納庫が多い筆箱とか、写生大会のよくわからない風景画とか、そんなものを広げると童心に帰ったかのように、いろんなことを思い出すんだ。中には A と共に制作したパチンコがあって、思わず涙腺が緩んだ。木の板に釘を打ち込み、ビー玉を弾いてパチンコに見立てた夏休み定番の自由工作。よく教室の後ろで友達とこれで遊んでいたが、思えば A と作ったこのパチンコで B たちとも仲良くなったなぁと思い出に浸っていた。さらに荷物整理を続けていると、今度はアルバムが出てきた。1ページ目をめくれば、中学校からの俺の成長の様子が写真に収められていた。写真はプライベートなものばかりだったが、俺の親父の引率で A たちと市民プールに遊びに行った時の写真や、バーベキューをした写真もある。懐かしいなぁ、なんて独り言をこぼしながらめくっていくと、一枚の写真に目が止まる。これはいつの写真だろうか。背景の様子から夜に撮影されたものだが、場所が思い出せない。左から A、C、D、B、俺の順に並んで写真に写っているが、その顔は無表情だった。どこか建物の中のように見えるが、暗すぎて場所の特定ができない。それになんか背後にぼやけた人のようなものが映り込んでいる。何度目を細めてもこっちに体を向けているように見えるんだが、それが人だという確証が持てないくらいにぼやけてた。そのぼやけた人みたいな奴がちょうど A の真後ろにいたんだ。一瞬、心霊写真か?とも思ったが、なんというか、あまりにもそれがぼやけていたからこの時はまだ怖くもなんともなかったので気にせずに放置していた。で、次の写真に目を移せば、地元の縁日の帰りに撮った写真があって、あまりの懐かしさにすっかり一つ前の写真のことは忘れ去ってしまった。そんなことがあった数ヶ月後、リフォームのためにアパートでしばらく暮らしていた時に悲劇は起きた。今度は C が亡くなった。C も交通事故だったが、地元のちょっと不良の先輩が自動車免許を取ったらしく、数人でドライブをしていたところスピードを強化したせいでスリップし、そのまま民家の塀に激突したらしい。不運なのがその中で C ただ一人が亡くなり、後の仲間は軽傷で済んだことだ。なんでも、車が塀に衝突した際、壁を突き破った先にあった物干し竿を巻き込んで家の外壁に激突し、外壁に押しつぶされると物干しの先端がフロントガラスを突き破り、後部座席にいた C の右目を貫いて即死していたと聞いた。C の訃報を聞いた時はそんなむごい死に方をしたのかと仰ざめた。追悼中はもちろん C の死を嘆きはしたが、それ以上にそんな哀れな死に方だけは絶対に嫌だと俺は震えがっていた。もちろん、C の訃報は馴染みのメンツにも伝わっており、久しぶりに LINE グループで話をした。A に続いて C までもが、話題はまさに二人の訃報だったせいか、ほとんどすすり泣くような声と沈黙で過ぎていくばかりだったが、最後には A と C の墓参りに一緒に行く約束をして通話を切った。それから数ヶ月後、リフォームを終えた我が家に帰ってきた俺は、自分の荷物整理に励んでいた。家具は業者が配置してくれているが、この山のような段ボールは自分で指定の位置に戻さなければならない。この際、高校より以前のものは段ボールのままクローゼットの奥にでも押し込んでおけばいいが、さすがに高校からのものは今でも使うことが多いので、めんどくさいが一つずつ開けて取り出していく。すると作業中、リフォーム前に見つけたアルバムがまた出てきた。今回 C が亡くなったせいか、俺の手は自然とアルバムをまくっていた。そこには A や C の少し若い頃の姿がある。中学の頃はほとんど毎日遊んだものだとしみじみしていれば、またあの A アニメにつく写真で視線が止まる。
無表情の5人が並んで写った1枚の写真。どうしてかこれだけはどこで撮影したものか一向に思い出せない。夜に撮影されたものなら、それこそ夏祭りとか野外で寝泊まりした時のものなんだろうけど、どうしてこうも記憶に残っていないのか自分でも不思議だった。写真をアルバムから抜き取った俺は、この写真についてビート D に聞いてみることにした。早速 LINE で、この写真いつのか覚えてる？と打ち込んだ後に、スマホで撮影した写真を添付した。数十分後、先に返信したのは B だったが、B は、全然覚えてないわ、てか全員顔怖えな、と綴っていた。B も覚えてないか。少し期待していた気持ちがあったからか残念な気持ちになったが、B にはアルバムから出てきたと返信する。それからさらに数十分後、今後は D から返信が来たが、やはり D も写真の風景には見覚えがないが、A がいるってことは高校上がった頃じゃね？と推理する。それだと比較的最近のことになるんだが、俺たち3人にはこの写真を撮った記憶がないと断言できるほど覚えていなかった。で、俺はもう一つの本題でもある俺たちの背後に映り込む人影みたいなものがわかるかと聞いてみたんだが、B も D も、わからん。とぶっきらぼうな返事を送ってきた。確かに人影はモザイク調みたいによく見ないと人に見えないので、そのせいでわかりづらかったんだと思って丁寧に画像編集で人影をまるで囲って教えてあげることにした。だが、それでも二人は、全然人に見えない。と一向に納得しないばかりか、不謹慎だからやめろよ。としまいには怒られてしまった。写真に写る A も C もこの世にいない。改めて考えれば、俺のこの行動は5人の思い出の写真を引っ張り出してきて、見てみて、幽霊写ってる、と茶化したようなものだった。俺は、ごめん、気のせいだった。と素直に謝罪の文面を送ると、なんとか二人を怒らせずに済んだ。それで、写真の現物をアルバムに収めようとしたとき、少し写真に違和感を覚えた。そういえば前に見たときより人影の位置が若干右にずれているんだよ。A、C、D、E、俺と並んで、その後ろの背景に人影っぽいのがいるんだけど、最初見たときは A よりに立ってたように見えたのに、今見ると C の方に動いてた。瞬間的に、こいつ死んだ奴の上に立ってんのか？なんて思ったんだけど、B も D も何も映ってないって言ってたから俺がおかしいのかと頭をかいた。A と C が亡くなったせいでストレスでそう見えてるのかと思って、俺って意外と弱い人間なんだと消極的になってた。で、写真をアルバムに戻して段ボールに収めたらクローゼットの奥にしまい込んだ。懐かしいものだけど、その分、今の俺が見ればすごく悲しくなってくるから心の余裕が持てるまでは封印することにした。それから俺が高2になって夏が来た頃、D の訃報が舞い込んだ。D は帰省先で川遊びをした際に親戚の子供が流されて溺れていたのを助けようとして溺死したらしい。子供は運よく岩場みたいな出っ張りに引っかかって流されずに済んだのか、駆けつけた高校生たちが救出したと聞いた。そして奇妙なのが、D の葬儀に参列した時にその高校生たちに D の最後を聞いたら、何でも、D が突然足を引っ張られたみたいに川底に沈んでいった、と話していた。D は金槌じゃないことは俺も知っている。むしろ泳ぎは上手い方だが、そんな D が溺れるなんて想像もつかなかった。ちなみに、D の親戚やその高校生たちが D は足でも釣ったのだと口々に言っていたので、俺もそれが原因で D は溺れたのかと半信半疑だが納得することにした。葬儀には D も来てたから、帰りに D に、D が溺死したのは足が釣ったからだってさ。と教えると、D は、D が、どんだけついてねえんだよ、と悲しそうにぼやいてた。その晩、俺はふと写真のことを思い出して、久しぶりにアルバムを開いた。なぜだか D の訃報を聞いた時からしきりに写真のことが脳裏をよぎってたんだ。それで写真を見てみると、やっぱり人影の位置が動いていた。C の後ろあたりにいたはずの人影が D の方に寄ってるんだよ。いよいよ気味が悪くて写真を親父やお袋にも見せたんだけど、やっぱり人影は俺にしか見えていないみたいで、何にも映ってないけど。といぶかしげに俺のことを見てきた。多分、立て続けに友達が死んだから俺の精神が病んでるんだと誤解されたんだと思う。そんな両親に、ごめん、気のせいだった。とはぐらかして俺は部屋に戻り、すぐさまスマホで近くの寺を検索した。さすがに写真に写る5人中3人が死ねばこの写真が良くないことは身に染みて理解できた。だから、寺でも神社でもいいからお祓いって言っていいのか、とにかく写真をどうにかしてもらおうとその筋の人に頼むことにした。
ひとまず近くに寺を見つけたから電話してみたんだが、翌日に話だけでも聞いてもらえることになって約束を取り付けた。これでこの悩みから解放されると、俺は肩が軽くなった気分だった。だが、翌日寺で住職に事情を話せば、反応はあまり芳しくなかった。写真に悪霊がついてるとか、住職の手に負えないとか、そういう悪い意味じゃなくて、単純に写真から邪気とかそういった悪いもの、つまり心霊的なものは一切感じないと面と向かって断言されたんだ。だからただの写真にお祓いをしても何の意味もないと渋い顔をして言われた。その表情からは、こいつ寺をからかってんのか?みたいな本音が浮き出ていたが、俺が必死に友達が3人も事故死したことを訴えればなんとか冷やかしではないことは信じてもらえた。それでもお祓いに意味はないと言われたが、何度か頭を下げたらしぶしぶ引き受けてくれた。寺で写真にお祓い、供養と言った方がいいのかわからないけど、とにかく除霊してもらってから半年ぐらい過ぎた。高2の年明けだったと思う。今度は B が亡くなった。B の死因は転落死だった。それも俺と通話してすぐ後だったらしく、翌日には警察から俺のスマホに連絡が入った。B は亡くなる前に俺とこんなことを話していた。お前、マジであの写真やめろよ。ふざけんなよ。会話の切り口はそんな B の苛立った声で、俺は、と意味がわからずにスマホを耳に当てて戸惑ってた。あの写真お前がやったんだろ?演技でもねえことすんなよ。怒鳴り散らす B をなだめつつ事情を聞き出せば、どうやら前に俺が LINE グループに添付した写真が原因らしいとわかった。B 曰く、その写真が編集されていると言うんだが、俺に身に覚えはない。ひとまず通話をそのままに LINE を開いて写真を確認してみれば、あの人影らしきものが B の背後に立って人差し指を指している。まるで次はお前だと言わんばかりの構図に俺は緊張で体中がこわばったのを感じた。お前だろ?お前しかいねえしな。俺じゃないって。だが、そんな口論の終わりは突然やってきた。お前が、うわ。B との通話の終わりはこんな感じで途切れた。突然のことで全く意味がわからなくて、すぐに折り返しで電話したんだけど、何度かけ直しても B が出ることはなかった。そして翌日の B の訃報につながる。頭から真っ逆さまに落ちたから頭と首の骨が折れてほとんど即死だったと聞いた。俺は B との最後の会話を一言一句漏らさないように思い出して警察に話していたが、頭の中は別のことでいっぱいだった。B が亡くなる間際に話していた写真のことと、通話が途切れる直前の慌てた様子が気がかりだった。B が最後に何か慌てた様子だったことは警察にも話したが、おそらく窓差しに座って通話していたか、それに近い体勢で話していてバランスを崩して転落する間際の悲鳴に近いものを聞いたんだろうと、かなり配慮された口調で言われた。誰でも事故の間際は取り乱すものだ。B もそうだったのかもしれない、と俺は罪の意識に苛まれた。きっと俺が写真を添付したせいで B は動揺して転落したのだと、そう考えた。そもそも俺が写真を送らなければ、D も死なずに済んだんじゃと今でも後悔している。B の葬儀の後、俺はついに仲の良かった5人組が俺を除いて全員死んでしまった孤独感と絶望感に飲み込まれて泣いた。布団にくるまって深夜の自分の部屋で朝まで塞ぎ込んでた。これもすべてあの写真のせいだと思い、もう一度写真を取り出した。こんな写真があるから気が滅入ると思って破り捨てようとしたんだが、俺は写真を見て愕然とした。あの人影が俺の背後に立ってた。思わず、ひゃあ、と声が出て、写真を放り投げた。完全に俺が死ぬフラグが立ったと思って体中が痙攣したように震え合って体温も下がった気がした。動悸が激しくなって過呼吸みたいになったが、1時間くらいへたり込んでいたら案外気力が湧いてきたのか、今度こそ写真をどうにかしてやると思い立ち、手当たり次第の寺や神社を訪ねることに決めた。まあ、結論から言えばその努力が実ったのかはわからないが、今でも俺は生きている。ただ、どの寺や神社に写真を持ち込んでも誰一人写真の中の人影は見えないし、写真に霊障はないと断言していたので、供養してもらえるところでは供養だけは頼み込んだ。それでも不思議だったのが、どの住職ももし本当に写真に人影が見えるのなら決して捨ててはならないと強く言ってきたこと。どちらかといえば、危ないものは手放した方がいいと俺は思うんだが、他に信頼できる人もいない俺は住職の言葉を信じて写真は未だにアルバムの中にしまっている。時折、ちょっとムカつく上司なんかに、この写真に幽霊写ってるんですけど、わかります?
としれっと見せて確認させたりしてるが、これまでに人影を見れた人は一人もいなかった。やっぱり俺にしか見えないのだとわかれば、諦めたかのように写真を見ることはなくなって、いつしかそんな写真があることもすっかり忘れてしまっていた。でもある時、結婚して子供ができたんで手狭だけど結構綺麗なマンションに引っ越すことになったんで荷造りをしていたんだけど、例のアルバムが出てきた。最初こそ、あ、アルバムか懐かしいな。とのんきに口走っていたが、開いた瞬間にあの写真が出てきて息が止まるかと思った。もうすぐに全部思い出した。フラッシュバックみたいに A たちのことが蘇って吐きそうになったが、それよりも写真の中の俺を見て絶望した。最後に見たとき、俺の背後に立っていた人影が俺の背中から腕を回して抱きついていた。それを見て率直に、あ、俺死ぬのか、と乾いた感想が浮かんだ。この写真に写ってる人は全員この人影に呪い殺されるのかと、そういう覚悟みたいなのが体に染み込んでいた。これから幸せな家庭が待っていた分、余計に虚無感に襲われた。そのせいか、ああ、奥さんと子供どうしよう。とか、今から生命保険行ったら大丈夫かな。とか建設的なのか目を背けているのかよくわからない感情に支配されていた。そんなことがあっても未だに俺は生きているが、いつどこで自分が死ぬのかわかったもんじゃないので、いつ死んでもいいように毎月遺書を書いては不要になると破り捨てている。いつどこで最後を迎えるかわからないので、家族には極力毎日愛情を注いでる。そのせいか愛妻家だとか家庭を大事にしている、そして仕事熱心だとか全力で生きてるなんてからかわれることもあるが、俺に言わせれば死ぬ気で毎日生きてるんだから当然のことだ。5人の中でどうして俺だけ生き残ったのか、どうして俺だけ人影が見えるのか、そもそもあの写真はどこで誰が撮ったものなのか、大人になった今もわからないままだ。まあ、生き残ったと言っても、いつ事故死するかと怯えて過ごしているんだが。